ストップです。次回のサンデープッシュスポーツは、日本人4人目の NBA プレーヤー河村勇輝スペシャル。 NBA 活躍の鍵となる河村の強さの秘密を徹底解剖。ストップです。ここでちょっとディープスリーの必要性を実際に体感していただきたいと思います。本場 NBA の舞台を石井が体験。決めて売れよ東京で。東京や、あそこがよっ、東京に届かず手前の名古屋ぐらいに落ちましたね。さらにさやかがダンス対決。ミュージックスタート。おっと、ロボットだ、ロボットだ、ロボット、おお、ロボット、おお、ロボット、おお、みたいな、いったいったいった、おー、まだ行こう、まだ行こう、おー素晴らしいです。急にリストラされたんですか？リストラされたサラリーマンの公演だったんですか？なんか不要な解雇があったんですかね。日曜夕方4時55分。おー